ヨハネス・ゴスバイラーはスイス生まれの植物学者である。アフリカのアンゴラで植物研究をした。ゴスバイラーの集めたアフリカの植物の標本は大英博物館、イギリスの王立植物園、ポルトガルのコインブラ大学、リスボン植物センターやアメリカの栽培業者に送られた。同様の標本はアンゴラの農学研究センターの標本館などでも保存されている。 フィランサス・コキュー・ウンビエンシス、J ・ゴズワイラー13,937スイスのレーゲンスドルフで生まれた。チューリヒ、シュトットガルト、ドレスデンで園芸を学んだ。ロンドンに移り、4年間サウス・ケンジントンの王立科学、学校、1897年から、キューガーデンで学んだ。海外植民地の植物の研究を行った、キューガーデンの植物学者。 ウィリアム・ターナー・シセルトン・ダイヤー、ウィリアム・ターナー・セッセルトン・ダイヤーの影響を受けて、アンゴラのルアンダ植物園で、アンゴラ政府のために働くため移住し、ボッスルまでアンゴラの植物を研究した。ゴスバイラーは、植物園を充実させるために、ルアンダ周辺沿岸部とマランジェ高原での収集を、始め、1九0 5年には、ギャングウェイラと B 高原地域のゴムの土着植物資源を研究し、 おか後川沿いの多くの新種植物を集めた。放棄されたプランテーションの後に1907年に、古前後コロニアルガーデンが設立され、ゴスバイラーは後に延長になった。アンゴラの固有種とスリランカ、ゴア、マレーシア、熱帯アメリカの植物が集められた。第一次世界大戦後は一時、方面とゲレルでアンゴラで働くが、1927年にアンゴラ政府のために働き、 面栽培の実験を行い、コーヒーの疾病の調査を行った。この間、古前後南部の植物をコレクションに加えた。その後、ポルトガルに戻り、コインブラ大学、リスボン植民地庭園で、自らのコレクションの整理を行った。さらに、アンゴラでの2回の収集遠征を行い、1937年から、ポルトガルのコインブラ大学の植物学者、ルイスカリーソと面倒さと、 大英博物館のアーサー・ウォーリス・エクセルの調査に参加し、1万 3000km 大規模の地域を調査した。この遠征で、カリーソは熱病で病死するが、遠征は続けられ、この成果は1937年と1951年に出版されたカンスペクタス・フロリアンゴレンシスに記載された。1947年に、 アンゴラ北部のズンドの森での採集を行った。ゴスバイラーの集めた標本は約1万4000点に達し、各国の標本館に保存されている。1936年にアンゴラの農業に対する活動が評価されて、ポルトガル政府からコメンダ・ダオーデム・ドゥインペニオコロニアルを受訓した。1950年にはロンドン・ディンネ協会の外国人会員に選ばれた。キクカの族。 ゴズワイラーなどに懸命されている。ゴズワは植物の学名で命名者を示す場合にヨハネス・ゴスワイラーを示すのに使われる。ありがとうございます。